医療救護ランナーから見た市民ランナーへの注意点、体のトラブルを減らすためにということでお話しさせていただきたいと思います。簡単に自己紹介させていただきます。48歳男性、自営業です。陸上未経験で、私自体は中学高校の時吹奏楽部でした。大学では硬式テニスサークルです。ランニング歴6年で、フルマラソン歴4年目、2017年の佐賀サクレマラソンが初フルマラソンでした。マラソンのきっかけは、城南区から中央区に引っ越しをきっかけに、運動不足の実感からちょっと始めてみようと思って走ったら案外続いてしまったような感じのランナーです。で、趣味になってしまって県外の大会も出るようになり、福岡マラソンとの関わりは医療救護ランナーを3回ほどさせていただいています。富山に行ったりとかですね、大分に行ったりとかでランナーで楽しんでいます。で、仕事としましては、福岡市内、六本松でですね、足と心臓血管クリニックというクリニックを開業しております。で、開業3年目です。で、それとは別に NPO 法人足元健康サポートネットという NPO 法人の代表を務めています。で、公式ホームページもありますし、Facebook もありますので、ぜひご覧いただきたいなと思います。2019年に NPO でですね、障害歩行の勧め、今日から始めるフットケアという本を発売しました。これ一般市民向けなんですけども、足にまつわるようなことをですね、靴店の方であったり、看護師、健康運動指導士、こういった方にもですね、多く執筆していただいた書籍となっていますので、マラソンにもつながる、ウォーキングにもつながることですので、ぜひお手に取って読んでいただければと思ってご紹介させていただきました。NPO の活動としてはですね、フットケア、足に関わるような市民体験イベントであったり、こういうような写真ですね、ウォーキングイベント、こういったのをですね、主催させていただいたりしています。仕事柄ですね、足元がどうしても気になってしまいますので、マラソン大会出るとですね、写真撮ったりします。左の写真がですね、これ、とあるマラソン大会の G ブロック、そんなに速くない初参加の方も入っているようなブロックのランナーの足元。これ、あたやですね、今年の箱根駅伝の足元ですけども、どう見てもですね、一緒のようなアスリートのシューズを履いているような方も、この G ブロックにも見受けられるわけです。で、この日雨でした。楽に走るため、怪我をしないためには、走力に見合ったですね、シューズ選択というのが非常に重要になります。シューズ自体ですね、私結構ランニングシューズオタクになってしまって、いろいろ自分で重さ測ったりとかですね、研究してるわけなんですけども、軽量ということとクッション性、ファッション性、そういったことはですね、合致しないわけです。ですから、自分勝手にデザインだけで選んでは、怪我のもとなんだということも知っていただきたいなというふうに思います。足の健康、最近メディアでも注目されていますけども、合わない靴を履くと、しびれや痛みにつながって、そして大きな病気につながってしまいます。私が診療している中ではですね、靴ずれというのは糖尿病による大切断の原因の第1位にもなってしまいますし、市民ランナーの中ではそこまで関係はないかもしれませんけども、靴というのは非常に医療においても大事な分野になっております。そこの中でですね、ぜひ皆さんに、大会前であったり練習前に覚えておいていただし、いただきたいことの一つとしては、正しい爪の切り方ですね。なるべくスクエアカットをしましょう。練習本番前には正しく爪切りしてくださいと。こんなように短く深爪してしまうとですね、非常に痛みの原因にもなりますし、長すぎる状態、これも怪我の原因になったりします。爪だけでなく靴による足トラブル、こういったことをですね、少しですね、ご紹介できたらなと思います。で、過去にですね、データを取ったんですけども、診療に来られる患者さんのですね、 70% 以上が足にサイズが合ってない靴を履いていると言われてますので、皆さんランニングシューズ、普段の靴もそうですけども、ちゃんとサイズが合った靴、自分に合った靴選んでますか？紐をしっかり締めてですね、足と靴と一体化を図ることが非常に重要なわけです。ですから、靴は間違った履き方をすると、このような怪我の原因にも なってしまいます。このように靴の中で自分の足が遊ばないような状況をしっかり作ってあげるということが非常に大事になります。しっかり履けていませんと、このようなタコ、医療的にはベンチと言いますけど、
こんなタコになってしまったり、靴ずれによる傷、そして血まめですね、これ医学的には消化血腫と言いますけども、このような状況になってしまいます。まあ、少しグロテスクなお写真ではありますけども、これは医療現場の現実ですし、皆さんの足元にもこういうことっていうのは起きるわけですから、ここら辺ぜひ注意していただきたい点になってまいります。まあ、爪のトラブルですね。これ爪の周りに炎症があるのを爪位炎と言ったりですね、これ2番目の指ですね、黒くなっているのを黒爪、爪下血腫というふうに言います。この爪、あとどうなるかと言いますと、剥がれてしまうとこんなようにですね、汁が出たり、爪がもうぐらついてボロって取れたりしてしまいます。非常に怖い状態になります。そしてそれ以外の爪のトラブルでは、このように巻き爪、貫入層の状態であったり、爪が割れてしまったことによる傷、こんなのもありますし、これ不適切な爪切りが原因の刺し傷なんですけども、この方ですね、この中年男性ですかね、靴を履いた時から、だから家から痛みがあったわけなんですけども、我慢して10キロ走って帰宅してみると、こんなようにですね、自分の爪で刺さってた。非常に怖い状態ですよね。ひどい状態なんですけど、これ実は僕の足です。患者さんにこんなことを説明しながら、自分でこういう過ちを犯してしまう。これは笑うとこなんですけど、なかなか今こういうのはウェブなんで笑いが取れないのは残念なんですけど、次行きたいと思います。でそれ以外にはですね、もっと可能してきたり感染を起こしてくるとですね、こんな風に産んだりしてきます。これ爪が長すぎたりですね、深爪しすぎ、まあ、こういったことが原因で靴で圧迫とかですね、こういう当たる刺激、こういったことから炎症、感染が起きてきます。こういうような分厚い状態であったり、長すぎる状態、このまんまで靴を履いたり走ったりするのは非常に危ないんだということです。まずは足元の環境を整えていただきたいと思います。これだけでもかなりですね、体の負担は軽減できますし、怪我の予防につながります。1キロじゃありません。フルマラソン 42.195キロになりますので、その中の足元というのは非常に過酷な状況になっているんですということです。でこれですね、とある女子校の体育館での出来事なんですけども、ご家庭内であったり学校内の教育も非常に大事だと思います。皆さんも今学んでいただいた通り、この写真を見てどう思いますか？これバレーの大会の時なんですけど、これ体育館なんですね。これどの子もですね、靴ひもほどいてないんですね。だからこのまんま脱いでこのまんま履いてるんですね。この写真1枚からもそういうことが分かります。ということは普段のバレエショーズもしっかり結んでるかどうかも分かりませんし、この普段履きで先ほどできたようなタコであったり魚の目、爪のトラブル、まあ、こういったのがお子さんたちでも起こしている状態なんだと。ですからご家庭の中でもこういうようなちゃんと紐を脱いでほどいて履いて紐を結んでというような指導をぜひですね、ご家庭、学校でも実践していただきたいなというふうに思います。靴紐の締め方、靴の履き方の指導ですけども、これ診療中のですね、患者さんの靴紐なんですけども、こんなふうにゆるゆるな状態で履いてます。先ほども言いましたように、靴は間違った履き方すると凶器にもなりますので、しっかりこの靴のかかとですね、こうかかとでトントンと合わせてしっかり痛くない程度に結ぶと、こういった履き方、靴ひもの締め方、覚えていただきたいなと思います。まあ、大切なことは繰り返しますけども、靴は間違った履き方をすると怪我のもとになります。次にですね、健康管理、安全管理のことを少しお話していきたいと思います。走った後に体を冷やさない、これも夏でも冬でも同じことなんですけども、風邪をひかないように走った後も気を抜かないでいただきたいと思います。まあ、今の時期ですと、どうしてもやはり風邪ひいてしまいますと、コロナじゃないかとかですね、いろいろご家庭内でも不安が走ってしまうと思います。ですからこういうような工夫というのはですね、例えばウェアの下に着るインナーですね、こういうのもものがありますし、走り終わった後汗必ずかくわけですけども、その後パッと羽織れるようなこういうような収納型のブレーカー、こういうのもあります。
で、今日僕今つけてますけども、これマラソン大会の景品でいただいたものなんですけども、冬は首元を温めてくれますし、夏はこれ水で濡らしてですね、少し軽く絞っておけば冷やすこともできます。で、こうすればマスクの代わりにもなりますし、こうすると帽子の代わりにもなります。さまざまなタイプがありますので一例ですけども、で当期はこういうのは手袋をする、こういうのは工夫しながらですね、走った後に体を冷やさないコンディション、ぜひですね、運動自体も大切なんですけども、運動前後の管理や工夫も大事なんですということですね、ぜひ覚えていただきたいなと思います。それ以外の安全対策としては、夜走ってるとですね、真っ暗で危ないなと思うようなランナーもよく見かけますので、夜間はやはり特に交通事故に注意が必要ですので、車や自転車に気づいてもらえるように反射板であったりライト、こういったのをですねつけて、必ず自分が今走ってるんだ、歩いてるんだということが認識できるような目印というのをつけていただきたいなと思います。そして音楽やスマホ普及してますけども、聞きながらのランというのは本来であれば非常に危険なことです。ですからイヤホンする場合であればですね、必ず外の音が聞こえる機能のものを選ぶであったり、音量は最低限にするなど、外の音がしっかり聞こえるような状態というのを工夫して、ランニングをぜひ楽しんでもらいたいと思います。で、夏でも冬でもですね、水分補給というのは脱水症、熱中症予防には非常に大事です。私自体は大会本番もですね、必ずエイドはあるんですけども、ドリンク持参して走ってます。で、それ以外にはですね、塩飴であったりですね、この飴ちゃん必ず持参していただきたいなと思います。それと皆さん結構忘れがちなんですけども、走るとき、これは大会のときじゃないわけですけども、練習のときとか必ず小銭もしくは電子マネーを持って走っていただきたいなと思います。なぜかというと、途中でドリンクがなくなって脱水症になりかけたときにでも自動販売機やコンビニでドリンクが買えるように、そして途中で捻挫してしまったときにお金持ってないと帰れないんですよね。じゃあここで救急車呼ぶのかっていう話になりますので、怪我をしてもちゃんと帰宅できるように電子マネーもしくは小銭というのはぜひ持ってですね走っていただきたいなと思います。で、ランニングの時のマスクについてというのはメディアの中でも賛否両論ありますけども、やはり熱中症脱水症の危険性というのはゼロではありませんので、やはりこまめな水分補給、水分摂取を心がけて、特に夏の時期はですね、無理な運動というのはぜひ控えていただきたいなというふうに思っています。そして、最近ですね、高機能の GPS ウォッチというのが出てきてですね、私自体も GPS ウォッチ必ずつけて走っているんですけども、これですね、心拍数も分かるようなもの、機能がついているものもありますし、ご自分にとってどれぐらいの運動強度なのかっていうのが見てわかるんですね。ですからこういったものというグッズというのは健康状態、体調を知るのに非常に最適ですし、じゃあもうちょっと負荷をかけようといった時にどれぐらいで負荷かければいいのかっていうのの指標にもなりますので、ぜひこういうような GPS ウォッチというのはおすすめの一つです。最近のものでありますと心電図が測れるようになったような話題のものだったりもしますので、不整脈の検出、こういったことにも役立つわけです。私個人のことになりますけども、ランニングを始めてよかったこととしては、診療仕事が楽にこなせるようになった、腰痛がなくなった、ぽっこりお腹が解消した、季節を感じられるようになった。ランニングというのは非常に楽しいことで、車に乗ってた時だとわからない季節感ですね、雨の匂いがするとかですね、こんなところにこんなお花が咲いてるんだとか、そういうようなことを感じられるようになって非常に良かったなと思います。あと寒さに強くなった。そうですね、旅先でもランニング楽しむようになったんですけども、出張が楽しみになった、あと大会エントリーが楽しみになった、飲み代が減った、こんなことがいい点です。で、悪かった点としては、コロナ禍とは関係ないわけですけども、深酒が減った、飲みに出る回数が減った、あと優しそうに見えなくなった、これちょっとよくわからないんですけども、こういうようなのが悪かったことかなと思いますけど、得てしていいことばかりです。ランニングをトラブルなく楽しむためのコツとしては、まず再三言いましたように体調管理に気をつける、これ一番やはり大事なことです。そして定期的に体をケアしよう、ランの前には足の爪を確認してください、
そして自分の足、走力に見合った靴を見つける。で、言いましたように靴ひもは毎回きちんと結んでください。そして運動習慣をつけていただきたい。いきなり無理な運動量にしない。計画的に徐々に運動量を増やしていくというのは非常に大事です。そしてトラブルは早期発見、早期治療に努めていただきたいなと思います。これがランニングをトラブルなく楽しむためのコツではないかなというふうに思います。で、これ別のですね、項目でもお話しさせていただいていることなんですけども、マラソンに取り組む市民ランナーの安全10か条というのがあります。福岡マラソンの2019年のホームページにも出ておりますので、ぜひご参照していただきたいなと思います。ここにも書いてあるのが、普段から十分な栄養と睡眠をとりましょう。生活習慣病がある方はかかりつけ医とよく相談しましょう。足、腰、膝などに痛みがあれば早めに対処しましょう。まあ、こういうようなことが書いた安全10か条というのがあります。そして申し込み時や参加前の健康チェックリストとしては、心臓病などの診断を受けている方、その他生活習慣病の治療中である方、運動中に胸苦しくなったり具合が悪くなったり、まあ、こういったことがある方、最近健康診断を受けていない方、まあ、こういった方というのは必ずですね、かかりつけ医の先生に相談してから、自分はどれぐらいの運動量をしていいのか、どんなことはしてはダメなのかというのを分かっておくということは非常に大事なことになります。そして生活習慣病の中では、高血圧、糖尿病、脂質異常症、そして喫煙習慣がある方、こういった方というのは特にやはり気をつけていただかないと危ないことになります。まあ、今回のこのようなですね、ランニング教室の企画がランナーの皆さんのお役に立てば幸いです。そして靴や足のトラブルに関しては、足と心臓血管クリニック、私のクリニックのブログでもですね、多数ランニングシューズに関することであったり、足のトラブルに関すること、熱中症、まあ、こういったことなど載せていますので、足と心臓 .com で検索していただければ分かりますので、ぜひそこら辺からも拾っていろんな知識を得て楽しくランニングしていただき、福岡マラソンを楽しんでいただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。